どうもよろすこです。今日はですね、乗り換えるバイクの契約をねしに行こうと思っていたんですが、スズキの売り方がなんか10月から変わったみたいで、見積もりで終わってしまいました。まあ、以前買った時はね、契約書作ったら、バイクの方が来てくれて、で、まあ、納車の時に金払ったか、それまでに金払ったか忘れましたけど、まあ、そんな感じで、バイク買えたんですけど、まあ、この10月からかな、先にお金を払ってバイクが来て整備して納車っていう感じに、まあ、順番がちょっと変わったみたいですね。とりあえず金を先に払いましょうという、そんな感じに新車を買うときはなったみたいです。で、契約しようと思っているバイクが、2020年モデルのウィストローム 650XT の黄色です。はい。本当は2019年モデルの赤いVストロームが良かったんですけど、さすがに今2020年の10月なので、そんなバイクはもうないということなので黄色になりました。まあ、他にね、青とあと黒かがあるんですけど、まあ好みではなかったので、まあ、無難どころの黄色になったという感じです。まあ、一応ね、売れ筋らしくてバックオーダーかかってるんですけども、まあ、国内生産なんで毎月出荷はしてくれてるみたいなんで、まあそんなに遅れることはないかなという話でした。まあ金払ってから、納期がわかるっていう感じみたいですちょっとめんどくさいですよね。まあ、バイク自体の方で言うと、93万ぐらいで、買えたんですけども、オプションの方ですね、例えば GSR の方から ETC をね乗せ替えるので、まあ、その辺があったり、サービスマニュアルとパーツリスト、そしてセンタースタンドをつけてもらうので、オプション代で約10万ぐらいかかって、103万という形になりました。まあ、別にね、候補に上がっていたバイクがヤマハのテネレの700の方が候補に上がっていたんですけど、まああれね、身長があと5センチあったら、まあ、買ってたかなっていうぐらいね、いいバイクだったんですけども、私の身長の方が169なんですけど、ちょっとね、足つきが辛いので、まあ、私が買うならローダウンモデル限定ですね。ノーマルの方で試乗させてもらったんですけど、まあ、あまりにも足がきつくてね、なんか変な筋痛めそうな感じかな、うん、限界ギリギリだったんで、まあ、足先はつくんですけどね、まあ、そんなんで乗りたくねえわっていうことで、まあ、ローダウンは選べるんですけど、それでもまあギリギリなわけですよ。まあ、無理して乗るのもなっていうのと、あとお値段の方が135万プラスオプション代っていう形になるので、まあ正直ね、テネレの方がいい感じにオプションの方でねできるんですけど、まあ値段の方がね、だいたいVストロームとかの価格差が40万ぐらいあるので、まあ、別に趣味のもんなんで40万ぐらい別にいいんですけど、足つきの方が、絶望的であると。まあ、ローダウンね、同じ値段でやってくれてるんで、ヤマハの方もね、気は利かせてくれてるんですけど、まあ、私の身長だと、まあ、ギリギリなわけですよ。私のね、走るところが走るところなんで、足つかないとね、よく転ぶことになってしまうので、まあ、それも良くないかなと。まあ、走行性能で言うと多分テネレの方が、まあ、総合的に考えていいんですけど、まあ気に入ったしね。ただ、足つきがあまりにも悪すぎるので、使い勝手としてはやっぱり悪くなるかなというのがあったので、やめたという感じです。まああとはね、テネレのメーターなんですけど、まあシンプルでね、わかりやすいんで、そこはいいんですが、やっぱね、タコメーターがデジタルなんで、こういったね GSR みたいなアナログの方が個人的には好みでして、あと V ストロームのメーターの方は電圧計とかフリーズインジケーターとか、そういった、まあ、余計なもんちゃ余計なもんなんですけど、表示ができるので、まあ、電圧計も分かったらね、冬場なんかバッテリー上がりもねそんなに気にしなくても確認すれば済むっていう感じで、まあ、使い勝手が良くなったりするので、まあ、あと車重の方もね、215キロが、ノーマルの状態なので、まあ、そんな重くないしね、まあ、GSR でやってるぐらいの無茶は、まあ、タイヤのオフタイヤがありますから、できるかなっていうのもあったりはして、まあ、向いてはないバイクにはなるんですけど、まあ、ある程度許容はしてくれるようなバイクにはなっているので、Vストロームでいいかなというのが、選んだ感じですね。まあ、
りあえずね、お金を払って、文字を引いてからかな。まあ、GSR の方もね、まあいろいろと下手ってきているのですけど、まだこんな感じで普通に動いてくれるんで、まあ、できればねこのバイク使い切ってから乗り潰したいので、まあ、納車の方もねちょっと考えながら、まあ、ETC の乗せ替えとかでね一回預けなきゃいけないとかもありますからね、まあ、その辺でいろいろあるかなとは思いますけど、まあ買うバイク決まってよかったかなということで、はい、とりあえず動画にしてみたという感じです。というわけでね、GSR を、乗り換えますよっていう動画でした。それではご視聴ありがとうございます。